放送大学の学生をサポートする全国57の学習センターサテライトスペースを紹介します。愛知学習センターは名古屋駅近くのビズリウム名古屋にあります。愛知学習センターでは開かれた学びの場として名古屋大学と共催して公開講演会を定期的に開催しています。通常の講義だけでなくセンターの実験室を使ったユニークな面接授業を行っています。また愛知県内にある野外民族博物館リトルワールドで体験型の授業も行っています。学習センターは地域で学ぶ皆さんのキャンパスです。どうぞご利用ください。詳しくはご覧の電話番号またはウェブサイトをご覧ください。